ちいい、気持ちいい。おはようございます、こんにちは、こんばんは、まめチャンネルです。おはようございます。おー、いいね、シビアル。おー、すごいね、あそこの桜並木ねえ。おー、大芝水門から、あの広島ね、もう満開だらけなんですよ、桜が。桜満開ですね。すごい綺麗ですね。すごいですね、アストラムと桜いいじゃん。わー、この公園いいね。見てこれ、アストラムと、アストラムと桜いいですね。どちらに行きますか、どこ行きますか。今日はあのもうね、若干ちょっと汗かいとる。すごい天気、もう本当にね、もう初夏よ、初夏。うん、今日は今日どちらへ。これからね、ちょっと桜を見に行きたいんだけど、どこも多いできれば通り抜けに桜を楽しんでいければいいなという広島ツーリングでございます。いろんなところを見て回るということですね。そうなんですよ、いろんなところをね、こうちょっと通りがかりに360度カメラを通して皆様にお届けしたいと思っております。絶対に暑くなるって分かってたんで、今日は私もベンチレート開けたんだけど暑い。でね、今日はこれね、見て、これストンプグリップね、貼り付けたんですけど、めちゃくちゃいいですよこれ。やっぱあるのとないってことではね、操作性が、ね、全然違いますよ。そう、ガラスコーティングとかしてさ、なんかジーパンでビーグリップしても全然こう、なんていうの、一体感がないというか、もう疲れて疲れて、つけることによってすごく楽になったっていうね。やっぱつけた方がいいわ。桜が開花宣言が先週だった、まあそのぐらいだったと思います。だけどそれから今週末はもう桜ないだろうなと思ったら、ところがどっこい、今週末まで全然散りもしないでね、満開になりましたね。今日はまさに絶好の花見日和、日和ですね。有名なもうお花見スポットは超満員だと思います。渋滞のところは避けて避けて、でちょっとマイナーなお花見というか、お花を楽しめるところをちょっと探して、で私たちはどこに向かってるかというと、富山ですね、吉山。はい、吉山の辺がもう大好きで仕方がない私は。吉山の手前に桜がねちょっと咲いてるのを通り抜けで山の中行ってみたいな、はい、この2台で桜を求めて走ってきますよ。1年通してさ、はい、バイクが本当に気持ちがいい時期って、うん、本当に少ないんですよね。やっぱ暑すぎたり寒すぎたり、確かにこれはちょっと渋滞ですねやべえやつじゃん、どこ行っても多分ね渋滞なんだけどね。つかやべえ暑い、マメさんが暑いって言ったら相当暑いですよ。私さ、やばいやつ来てるわ暑いやつ来てるわ。6だこじゃ、原稿じゃあ新旧揃いました。もうせっちゃファンが取る、ファンがファーッファーッファーッて来てる。暑いね、でも意外に早かった思ったより全然。マルさんのそのチェーンの音がすごいね。いいだろこれ、独特の音だよね。そうすごいね、カタ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 っていうか。行きます。はい、暑いやろそれ、本当に冗談の気で、うん、暑いね。俺でさえちょっとじわーっと今汗かくかなって感じ。私めっちゃ汗かいてる、もうフルオープンにしたいですね。やめのところが桜がいっぱいでございますよ。桜だらけ、わめっちゃ綺麗。ほら綺麗でしょ、こういうところがね今回見たかったとこなんですよ。あ、いいね、すごいね、斜面、沼田自動車学校の斜面一面、ほんとだ、桜です。はい、気持ちいいでしょ。でね、ところどころに桜があって、あと風も気持ちいいね。あー、きれいきれいきれい。お、正面すごい。あれ、右に行けよかった。
ベキューもできるんだって。朝どれキャベツあって持って帰りたい。あ、そうか。やめとく。はい。はい。なんか。私がビュッフェになるんですけど。はい。これって外で食べたりとかもできるんです。大丈夫ですよ。奥の部屋を用意並んでるんです。野菜を使って出すので、今出しても大丈夫？あ、全然大丈夫、今大好きなんで。はい、食後のデザート。気持ちいいっすね。めっさ気持ちいいよ。ほんと美味しかったね。でね、あ、美味しかったですね。あのビュッフェ、ビュッフェはね、野菜中心なのですごい軽いで、ね、全てのセットになってますので、うん、うんうん、あのすごくお得ですね。ということで、ツーリングどうですか？気持ちよかったね。気持ちよかった、もうマジよかった。皆さんもぜひ桜を巡ってバイクを楽しんでください。はーい、ね、また見てくださいね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。おー気持ちいい。やべー、桜の街はやっぱ廿日市ですね。いいね。いいね、桜の街っすね。どうするの？どこで U ターンするの？いや。うわー、めっちゃいい。うわー、よし、帰ろう。やると思った、絶対やると思った、それ。もうちょっと後ろ。おーい、ストップ。熱い？熱い？はい、チーズ。オーケー、オーケーです。あ、ほんまじゃ綺麗だ。マジか。オーケー。Thank you。ありがとうございます。いいですよ。なんで？俺は痩せてからあと5年待って。分かった、5年待つ。5年待ったら痩せた。あなたに出会えるの？そうっすよ。オッケーっすよ。はい。お家帰るまで遠足ですよ。はい。